っと待ってくださいね。ちょっとマイク渡してあげて。いやいや、マイクで。ちょっと待って、マイクで喋って。あんたね、うん、何を言いたいの。金出せってことです、国が。え？国が金すれってことです。低金利はどうなの？低金利。低金利だこそ、低金利だからこそ、ガンガン金出した方がいいんです。弱者を救済したいと言ってるけども。もう一回言ってください。ね、弱者を吸収したいと言ってるけども、はい、要は、金利は今、130円かな、今、ドル。あれですか。え？円ですね。円。はい。で、そういう金利さ、それでもって経済、弱者を救いたいと言ってるけども、はい、どうやって救うの？政府による積極財政以外に救いようないですよ。政府が金を出す以外ないんですよ。あ、逆に救いようじゃなくて、はい、どういう具体的な策を持ってあんたは言ってんの？具体的な策、ちょっと待ってくださいね。今物価高あるじゃないですか。ガソリン高い、輸入物価も上がってる、うん、この状況に対して何ができるかって言ったら、うん、政府が補助出すしかないんですよ。だってこの国は所得下がり続けてんだから。25年で所得の中央値108万円下がってんですよ。国内の景気ずっと悪いままですよ。経済政策間違って25年この国は衰退し続けてんですよ。でもそれに加えてコロナまで来て戦争まで始まってる、いろんな物価上がってる。ここを自己責任にしちゃったらどうなるかって言ったら、事業継続無理ですよ。そこでさ、国は全部、国が金を出せるか。金を出さなきゃダメなんです。今出せないだけじゃなくて、国が出せる国力ないよ。国、いやいや、出せますよ。出せます。出せます。プラス100兆年間で国債発行プラス100兆円までだったらできます。え、それだったらできる。やったことあるか。やったことあるじゃなくて、それは経量シミュレーションで示されてる。で、何よりもやらなきゃいけない。100兆円フルマックスで出すかどうか議論していいですよ、ね、いいことは言うけども、なぜなぜはいいけども、いい加減にせよ。ちょっとお父さん、話ちゃんと聞いてください。ちゃんと話聞いてください。はい。じゃあどうして円安になってるんですか。お話聞いていいですか。どうして電話するったら、円安の原因を聞きたい。安倍とね、黒田、低金利期ね、これどういうふうに修復できるんだ。ちょっと待ってください。円安であったりとか、その今おっしゃったのは国債の金利の話ですか。150円ぐらいになったんじゃない。ごめんなさい、ええ、要は今ちょっと2つの話が入り混じったと思うんですよ。例えば円安の話と、もう一つは国債金利が低いままだっていう低金利の状態、この低金利の状態の原因として、今マイク持たれてる方がおっしゃったのは、安倍政権の時の異次元の金融緩和、アベノミクス第一の矢という部分が関係してるんじゃないかって話です。でも残念ながらアベノミクス第一の矢でお金の量を増やしたとしても、これ金利上がらないんです。どうしてか。お金吸っただけで景気よくならないでしょ。お金いっぱい吸ったとして、そのお金が一部のところに流れただけでも景気よくならないんです。じゃあ何やらなきゃいけないか。吸ったお金はちゃんと入れていかなきゃダメなんですよ、底上げのために。あのね、実体経済にお金を回すことをやらないと需要が増えていかないんですよ。あなたの名前何だっけ。山本太郎と申します。山本太郎さんね、アベノミクスっていうかね、あったでしょ。要は低金利、これも日銀の総裁、要は低金利で、これだけね、庶民が痛めてね、要は円が今135円かな、もう大変な時代だよ。すいません、いいですか、次私喋って。ありがとうございます、ご発言いただいて。でね、金利が、国債金利が、金利がこれが下がりだしたのがアベノミクスっていう話ではないんですよ。もう数十年にわたって歴史的超低金利が続いているのが日本なんです。どうして金利がそんだけ安いんですかってことですけど、経済調子悪いからですよ。金利がそれだけ続く、低金利が続くっておかしな話なんです。でね、金利が上がっていく、ちょっと待って、これ見てください。2011年からだけ見ても下がりっぱなしなんですよ、ずっと。で、これちょっと待って、これじゃないわ、ごめん、これじゃなくて、過去1997年ぐらいからの金利のやつがあります。でね、
これ何かっていうと、しっかりとお金回さなきゃダメなんですよ。お金だけ吸って銀行のお金が積み上がったって何もならない。どうしてか、資金需要が生まれてないから。景気が悪いのにお金借りて商売しようと思う人いないでしょ。景気自体が悪いという状況を打開していくために何が必要かって言ったら、アベノミクスでやられたお金を増やすってことじゃないんですよ。それプラス第二の矢、財政出動なんですよ。機動的財政出動。その財政出動って何かって言ったら、例えば消費税、これ減税します。減税した分はこれ給付金と同じ効果持ちますよ。その財源を別に国が払ってもいいわけです、通貨発行によって。他にもやれることいっぱいありますよ。数々の施策でお金を出していきながら、社会に回ってないお金を回していくことによって資金需要生まれていきますよ。この国で需要が失われ続けてきた数十年間なんだから。ちょっとお話で腰を見たいですが、申し訳ないんだけども、山本さん、令和時代ね、政局もさることながら、なかなかね、私、庶民としてはね、集中力っていうかな、何を言いたいのか、要は今のこの、歴史的な言ってるんだけども、ね、アベノミクスしかり、それから岸田さんしかり、具体的に選挙目当てでね、5000円をね、老人に配るとか、選挙目当て、目の前のことだけを集中して、全体像が見えない、ましてや選挙というじゃなくて、国をどうするんだと、それから全世界、これをどうするんだという、パフォーマンス、全く見えない。こういうね。ありがとうございます。だから人気とか圧力とかそうじゃなくて、私は金利もね、富裕層とかお金持ちが豊かになってそれはダメだと。だから金持ちは金持ちで努力したと思うんだけども、金持ちはダメだな。だからみんなが国民の年金、それから生活力、利益、これをどうやって積み上げていくかということになると、一票は踏まえないよ。ありがとうございます。いいですか、次、私、喋って、ありがとうございます。うん、でね、ちょっと政治が人気取りみたいな政策上げすぎじゃないか、例えば最近であるならば、高齢者に対して5000円、選挙前にね、給付金出します。これね、怒らなきゃいけない場面なんですよ。5000円で足りるわけないだろって、それで買収しようとしてんのかって。広島の選挙見てみてよ。広島で捕まった自民党の議員、総理からですって封筒に20万円入れて渡してたんですよ。そこにはそんだけ渡すのに、なんだみんなには5000円ぽっきりかと。買収しようにしても額は小さすぎるだろって怒らなきゃダメなんですよ。でね、じゃあ今何をやるときかって言ったら、ご覧いただいた通り、その金利ね、金利が低金利って何なんだって言ったら、これ97年からこの真ん中のオレンジずっとね、これ10年もの国債なんですけど、2018年までの間ずっと低金利のまんまなんです。どうしてこんな低金利が続くのかって言ったら、やっぱりこれちゃんとお金回してないんですよ。景気よくしてないんですよ。つまりはこの25年以上の間、日本の経済弱らせ続けてきた。社会にお金が回らない状態を作り出してきた。しかも社会にお金回ってないのに消費税上げて、さらにお金を間引いて、消費を弱らせて、消費って、消費と投資で重要ですから、消費が減ってるところに投資もしないでしょって、その悪循環をずっと続けてきた大間抜けが、永田町のいまだに座ってるやつらなんですよ。間違ってるんです、大いに。じゃあ何をするべきかってことなんですけど、25年ここまで人為的に、この経済を、誤らせ、そして一部の者たちだけにうまい汁だけを吸わしてきたっていう政治を変えなきゃいけない。そのための武器として、この国に一番やらなきゃいけない処方箋は、これ、国による財政出動なんですよ。円をするんですよ、通貨発行。これはドルもポンドも円も自国通貨を持ってる。ごめんね、財務省のやつ見して。っていう話です。だからつまり何かって言ったら、私がやりたいことは消費税やめたい、ガソリン税ゼロにしたい、で現金給付したい。そうそう、これ目の前のことだけです、申し訳ない。山本さん、はい、ごめんね。あ、ごめん、どうぞどうぞ、すいません、私喋らせてもらうんです。次どうぞ。消費税ゼロ、
消費税を上げるなら平等に、ね、平等公平に消費税ゼロというのはみんな富裕層だろうが貧民だろうがみんな公平だ、消費税ゼロ、それは分かる。だけど要は私が言いたいことは、ね、パフォーマンスじゃない、要は困ってる人がどうやってこれだけ生活のね利益を言えるかということをあなたは言ってんだけども、なかなか通じない。あ、いやいや、あのね、今テコ入れをしなきゃいけないのは困ってる人だけじゃダメなんですよ、うん、あ、すいません、もう一歩だけ、ありがとうございます。 あのね、いや批判したりするんじゃないの。とんでもない、とんでもない、ありがとうございます。いや、私の足らないとこ教えてもらうのは非常に重要なご指摘なので、すいません、次私に喋らせてください。でね、あの困ってる人を助けるのは政治の役割の一つです。そうそうそう、絶対やらなきゃいけない。で、私がやりたいことは困ってる人たちだけじゃないんですよ、うん、なんでかって言ったら、困ってる人を、自分は困ってません、でも困ってる人がいます、でもしょうがないよね、自分は困ってないからこのまま行くわって、うまい話ないんですよ。影響あるんです、絶対。あのね、同じ船に乗ってるから。山さん、うん、政治はね、生活なんだ。おっしゃる通り、生活一番、政治、生活は政治、変えないといけない。あなた、新宿の西口で生活は政治でしょうと、これ変えないといけないと。で、ピンクのネクタイ、明らかにね、いわゆる皆が豊かになる、これは何か政治、これを変えないといけないと。だけど一票変えないんだよ、おじいちゃんおばあちゃんは変えてもいけない、だから自民党なんだよ。ね、あれなんですよね、おそらく、あ、ちょっと待って、大丈夫、今いいコミュニケーションをさせていただいてますよ。現状が大きく変わるような気がするものって怖いですよね。だったら現状維持でいいやって思っちゃうんですよ。だったらもう自民党のままでいいかって。でも皆さん勘違いしないでいただきたいのは、現状維持なんてこれまで一度もされたことがないってことなんです。悪くしかなってないんだよって。例えばですけど、先ほど見ていただいた所得の中央値、国民生活基礎調査、これを見るとこの25年の間に所得の真ん中、高い所得、低い所得全部並べた真ん中が108万円低下してるんですよ、中央値が。つまり多くの人々が所得減らし続けてる国なんですよ。現状維持なんてされたことないんだよ。山田さん、あのね、数字で言えば66,000円、これがウクライナ、いわゆる1年、ソビエトもロシアかな、1ヶ月66,000円ですよ、ね、アルバイト食いつないで月66,000円 の、 年あの収入で年間130万かな、130万の生活でできますか。それをどうやって改革して変えていくつもりがあるの。あのね、ごめんなさいね、まず何しなきゃいけないかって言ったら、先ほど言ったみんながお金がより使える状況にしなきゃダメなんですよ。だって誰かが消費すればお金払えばそれは回り回りますよね。そばうどん食べました、払われたお金どこに行く。立ち食いそばの店員さん、他にも原材料、いろんな仕入れ、そこに回ってきますよね。ロッテリアもそう、そこの、パン屋さんもそう。みんながお金を使える状態がもっと増えないとお金は循環しないんです。誰かの消費は誰かの所得だから。だけど消費が減り続けてるんです。どうしてか、景気が良くないのに、景気が良くないのに消費税みたいなもん上げ続ける、そんな無茶苦茶な政府存在しないんですよ、世界には。消費が冷え込んじゃうから、つまりは消費が冷え込んだら所得も冷え込むっていう循環は常識だから、ね、日本みたいに景気が悪い時に消費税上げていくようなサイコパスいないんです。山田さん、はい、山田さんね、消費税ゼロ、消費税ね、ここは OK でしたね、はい、ゼロ、消費税は公平不公平、消費税ゼロにして、そして、みんなの生活を豊かにする、この根本的なね、分かりやすく、そして生活に密着しているようなものをやらないと、うじゃうじゃ言ったってもしょうがない。消費税廃止にしたい、毎日が 10% オフ、どうですか。思いますよ。1万円の買い物したら1000円も払わなきゃいけなかったってものがなくなる、そしたらどうなる。その1000円分で外食できる、何か材料買えるってなったら最高じゃないですか、みたいな話ですね。勉強になります。山田さんは令和の運動を下げてでしょ、はい、令和です。令和ですか。令和です。私たちが令和です。従属していますか。従属していますか。従属、誰にですか。従属というか最初の信念を貫いていますか。
信念、もちろんですよ。じゃなかったら、じゃなかったらこんなことやりませんよ。めんどくさい話ですよ。そう。だってね、こんな皆さんに大きな音でも邪魔やなと思われたりとかね、鬱陶しいって言われたりとかしながら、ね、ここで、でもやらなきゃダメじゃないですか。で、今日、おそらく立ち止まってね、マイクまで、最初はもう行き過ぎてらっしゃいましたけど、また戻ってきてくださったでしょ。名前住所言いますよ。いや、ありがたい。あ、いや、名前住所言わない方がいいです。これ、ね、あのんじゃなくてネットで流れてるんで、明らかにして自分は責任を持つ、自己責任、そういう、ね、ものが国民は全くない。いや、あのね、自己責任社会が蔓延しちゃって地獄化しちゃったんですよ、この世の中は。もう小泉政権ぐらいからもう加速しちゃって、逆に言ったら国はもう共助と自助で何とかやれっていう姿勢になっちゃってる。それが加速しちゃって、あのね、はい、山本さん、はい、自助努力ってありますね。自助努力、きれいな言葉、はい、自助努力、どうやって自助努力できるんですか。あのね、それは人々の間で勝手に行われるものだから、それを国が求める話じゃないんだよってことです。いやいや、この前にね、全国的に名前が広がった人は票が入りますよ。おにゃんこクラブ、要は、ね、選挙目当て、自民党の、そうそう、はい、要は票が広えれば全国的に自分の顔が売れる、こういうね、票のね、選挙っていうのはね、ちょっとやめてもらいたい。まあでも自民党は誰が出たとしても一定の票もすでに確保できてますからね。だって組織票とか企業献金と引き換えに政策売り飛ばしてますから。資本家のための政治しかやってきてないから。山本さんもね、言うなればタレントって言うとは申し訳ないけど、いえいえ、もともと芸能2段で、東国原と言ってでしょ。あ、東国原さん、はい、テレビ出てますね、よく ね、あんなにテレビ出て羨ましいですね。いや、あの宣伝効果でかいですよ、本当に。でも私、もしも今辞めてもテレビ出れませんから。うんぬんというけどね、やりすぎてて、彼はね、やっぱり勉強してますよ。なるほど。国政なりね、ええ、要は世の中に名前が知れてれば選挙に勝つというね、世の中を変えた方がいいですよ。そうなんですよ。あのね、知ってますよ。ごめんなさいね、いろいろご指導いただいたことありがとうございます。とにかく、みんなが想像しやすいような、自分の頭の中と私の言ってることはすぐに一致するような短いフレーズなども使いながら、もっと分かりやすく喋った方が、理解していただけるんじゃないかっていうことをちょっと明日から実践していき、この後から実践していきたいと思います。大好きだから言ってるんですよ。とんでもないです、ありがとうございます。嫌いだから言ってんじゃない。いやいや、とんでもないです、ありがとうございます。でも消費税ゼロっていう部分に関して、あのね、はい、大阪の維新は大変ですな。ま、大変、まあ、大変な目にやってるんだったらいいなと思いますけどね。逆に言ったら彼らによって大変な目に遭わないかってことが心配です、大阪の方々が。すいません、ありがとうございます。すいません、じゃあ次の方に行きたいと思います。ありがとうございました。いろんな ご意見ありがとうございます。どうか